大将は、軍隊の階級の一つ。召喚に区分され、中将、または国によっては、フランス海軍のように、上級中将の上に位置する。北、大西洋条約機構の階級符号では、オブマイナス9に相当する。陸海空軍で、それぞれ故障の異なる大将を総称し、フォー、スターランクと呼ぶこともある。英語では、陸軍や空軍での、大将を、 ジェネラル、海軍での大将をアドミラルと呼称する。また、他の将官の階級と区別するため、フルジェネラル、フルアドミラルという表現を使うこともある。近代以降の中国では、日本軍の影響が強かった満州国軍も含めて、大将に相当する階級呼称として上昇の名称を用いる。人民解放軍に大将という階級が置かれたことがあるが、 同時に、上昇も置かれており、口述する上級大将に相当するものである。中華民国国軍では、陸海空軍軍艦士艦服役条例6月29日修正により、1級上昇と2級上昇とに分けられている。ベトナム軍においても、大将の下に上昇が置かれているが、フランスの影響下にあったせいか、上昇は、フランス陸軍、空軍の中将を及び、 海軍上級中将に相当し、自国でも、英語表記で、シニアルテナン・ジェネラルや、仏語表記で、プルミエルテナン・ジェネラルとする場合があり、大将が、外国軍の大将相当とされる。旧ドイツ軍やロシア軍などにおいては、大将の上に、上級大将が設けられている。この場合の、上級大将とは順将を置く、国の大将に相当する。 上級大将が設けられている場合の大将とは順章を置く国の中将に相当する。ただし陸軍及び空軍に関しては旧ドイツ軍では上級大将の故障として使用されていたカーネルジェネラルはロシア軍などでは大将の故障として使用しており上級大将はアーミージェネラルと故障するので注意が必要である。なお旧ドイツ陸軍では大将を ゼネラルデア兵加盟、空軍では、ゼネラルデアフリーガーと呼称する。陸軍や、空軍の召喚の階級を、フランス革命方式によって表現する国では、大将を、軍将軍と呼称することが多いが、自衛隊の幕僚長たる陸将及び、空将、旧日本陸軍、旧ドイツ国防軍、ロシア圏の東欧諸国の陸軍や、空軍の大将及び、台湾陸軍や、 空軍の二級上将は、軍団将軍となる。また、イタリア陸軍及び空軍では特定の職の、軍団将軍を対象位としたり、アルゼンチン陸軍やかつてのチリ陸軍では中将を、意味するテニエンテゼネラルを、対象の階級故障とする例もある。大将という階級の扱い、形態は国によって異なる。ドイツ連邦軍では、最高位の役職である。 ドイツ連邦軍総監に当てる階級である。日本の自衛隊では、相当する役職と4つ桜の階級章のみで、階級としては存在しない。アメリカ軍やフランス軍のように少々を正規階級の最高位としている国では、役職に応じた臨時階級である、などの事例がある。日本陸軍大将のエリ賞。1869年に、 軍務官が兵部省となった際に、陸軍大将と海軍大将が設けられ、翌年の明治3年9月18日大上官、二つ第604号により、兵部省に設けられた、陸海軍大将から陸海軍県総長までの11、等級の筆頭に位置した。これらは4等官に倣って、官位と文章事務がセットとなった職員の、等級であったが、 明治6年5月8日大上官二つ第154号による関東氷改正で軍人の階級故障として引き続き用いられ、西欧近代軍の階級故障の序列に当てはめられることとなった。大日本帝国陸軍及び大日本帝国海軍では、将官の最上級であり、すなわち軍人の最上級である。新任式をもって認じられる新任官とされ、 発除委員会は、正四位、訓党は、訓二党内市一党武功一印い場合は、高三級、内市一級の高級に除せられ、禁止勲章を授与された。役職は、参謀総長、軍令部総長、陸海軍大臣、軍司令官や、連合艦隊司令長官などに就任した。なお、最初の対象は、最後流星である。自衛隊で、 諸外国の大将に相当する四つ星の階級章を有するものは統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長の職にある章であり、四つ桜の階級章により他の章と区別し、英訳は大将に相当する、ゼネラルないし、アドミラルが用いられている。章の体幹規定は六十歳だが、統合、陸上、 海上航空の各幕僚長の場合は62歳と規定されている。その退官に際しては皇居へ散大することが慣習となっている。退官後は、随法、重光明もしくは朝日、重光明が受4死亡事所は十三位から正四位に除される傾向にあったが、2014年以降は、統合幕僚会議議長、または統合爆領庁就任者には、 追放大受賞が授与されるようになった。新聞赤旗の2016年の報道によると、統合幕僚長と陸上幕僚長を認証官とすることが防衛省において検討されている。1962年11月までの統合幕僚会議議長は、統合幕僚会議議長賞を、他の三幕僚長は幕僚長賞を左胸につけるのみで、他の賞も含めて、 桜星三つの階級章であり、旧帝国陸海軍の大将に準じるものだった。一方で、米国では三つ星は、中将総統の階級章であり、1962年12月1日、自衛隊法施行規則の一部を生成する総理レ令の施行により、統合幕僚会議議長及び三幕僚長、就任者の賞4名は、 桜星4つの階級章が定められ、同時に、爆僚長章は廃止された。ただし、これは、あくまで諸外国軍の大将相当者との釣り合いを取る、ための措置であり、日本の法令上は、爆僚長たる章も他の章も、同一の階級である。爆僚長の階級章の変更については、源田実が、海外視察の際に桜星3つでは、 中将扱いされるため、勝手に4つに増やしたことが報道されて問題になり、対応を求められた、航空爆料幹部の担当者がいろいろ調べた結果、海上保安庁長官の階級賞が違うことを見つけ、なんとか変更にこぎつけたという逸話がある。海上保安庁において、4つ星の階級賞を有する、ものは、海上保安庁長官である。 また前述のように同職の階級章は自衛隊4、幕僚長の階級章の祖となっている。日本の警察において4つ星の階級章を有するものは警視庁警視総監である。現在、アメリカ軍の大将に相当する4つ星の階級章を有するものは以下の通りである。ありがとうございます。